今週も始まりましたゲームクリエイター熱血登場おっす、はい、おっすというところで、ね、さあ今週も始まりました、はいはい、私番組の MC を務めさせていただきます、はい、当番組熱血登場副登場虫のイソフィーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてはい、ゲームクリエイター甲子園主催の色々の虫の宮田です。よろしくお願いします。はい、この番組はゲームクリエイター甲子園のサポート番組として、はい、毎回豪華ゲストの方をお呼びして、はい、ゲームクリエイター甲子園に応募された作品に対して、はい、プロの方々の好評だったり月間 MVP だったりなどなどさまざまな情報を週1でお届けするサポート番組となっております。はい、はい、というところで今回もう早くも9回目の9回目ですね、はい、もう次10回目ですもんね。もう次10回目ですね。すごいですね。ということはその次11回目っていくんですか。その次は12回目ですからね。どこまで行くか。はい、早くも10月に入りますよということは、はい、皆さん、はい、もうあと3ヶ月で年が明けます。はい、ああ。いや、甲子園のともに年が明けてきますね。はい、と、はい、いうところで明けるということはもう甲子園の締め切りが迫ってきてると。最後、学生さんのラスパートにはまだちょっと時間ありますね。はい、11月中旬までなので、はい、まだまだ全然間に合う、はい、まあ、まだまだもうエントリーね、どんどん、はい、まあ、受け付けてますので。そうですね、もうあの思いついたら、はい、ひらめいた時点でまずエントリー。そうですね、エントリーしてもらえばこういうふうに熱血道場から、ね、はい、取り上げたりしてもらって、毎回 の, そのゲストの方にたくさんアドバイスもらったりとか、はい、プレッシャーもらったりとかがありますので、はいはいはい、でところで、はい、そんな中、はい、今どれくらいエントリー数。そうですね、エントリー者が今、今日時点で682名。おー、はい、すごい。で作品数183作品ですよ。おー、すごいですよ。ね、そろそろ もうやりきれるのかみたいな。でも我々もずっと言ってますけど、目指せんですから、ね、そうですね、はい、もう年がら年中プレイして楽しみますね。はい、はい、もうあの1日1本やっても、はい、まだまだ足りない、足りない、半年は過ごせますよ。過ごせます。無人島に持ってから甲子園を無人島には甲子園持ってけば飽きない。飽きない、はい、そうですね、はい、これやってきてますよ。もう、まあ、先ほどね、はい、もうあと3ヶ月ぐらいっていう話しましたけど、はい、まだまだ、はい、もう受け付けてますから、はい、ぜひご応募よろしくお願いします。しております、はい、はい、今年、で今回もですね、はい、あの素敵な、はい、豪華ゲストの方、そうですね、市販に来ていただいてるので、はい、今回ゲーム業界の人だったら結構知られていないんじゃないかなと、はい、と、はい、いうところで早速、はい、お呼びしましょうか。お呼びしましょう、はい、はい、早速ゲストの方お呼びいたしましょう、はい、最初のゲストの方はこの方です。ということで、はい、記念すべき第9回目のゲストは、はい、株式会社ジェミニエンターテインメント、はい、黒川文夫さんでーす。うわー、黒川文夫です。よろしくお願いしま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 す。気合いましょう。めちゃくちゃ気合いってますね。頑張りましょう。もうすっかりね、はい、全部さっき見させていただきましたので、はい、ね、暑いですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いや、黒川さんってもう、はい、あの数々のゲームやってたんで、はい、最初の方もセガが長いんですかね。そうなんですよ、はい、あの一番最初に、はい、ゲーム業界に入るきっかけがセガで、はいはい、まあ、ちょうどバーチャファイターっていうゲームを作ってる時に、まあ、僕がたまたまセガの、はい、まあ、鈴木優さんと巡り合うきっかけをいただいて、はい、まあ、そこからなんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だから、まあ、はい、今から考えると約30年ぐらい前なんですけど、だからもうその頃のことをね、知ってるキッズはいないし、はい、多分この放送を見てるキッズは、なんじゃそれとか、なんかそう言われたらそんなのあったなぐらい。デジキューブ多分皆さん知らないですよね。デジキューブも全く知らないでしょ。デジキューブは一応言っとくと、はい、コンビニでゲームを売ってた会社で、はいはい、今皆さんがゲームをコンビニで買えるのは、はい、デジキューブであり僕がいたおかげです。そうですね。まあちょっと言い過ぎですけど、はい、まあでもそういう会社です。なんか、はい、今でさえあのコンビニでなんか普通に売ってるじゃないですか。はいはいはい、それって私たち子供の頃ってそれ全くコンビニではそもそもなかった。そうなんですよね。はい、だから今まで それまではデジキューブビフォアはいわゆるゲームショップさんで、まあ開店時間が11時だとしたら11時から夜の7時とか8時ぐらいの間に買ってたものが、まあ24時間いつでもねゲームが買えるようになったのは
まあ、当時のスクエア、今のスクエニックスが創業したデジキングという会社の、まあ、一つの功績というか、そうですね、まあ、一つ の, その習慣を作った、はい、そういう時代に僕も一緒にそこで働いてました、はい、そうですね、当時ダウンロード販売ってないですよ ね, なかったですね、パッケージを買わなきゃいけないので、 そ, うそのパッケージがコミュニティアにドーンってなりました。それでね、当時実はそのダウンロード販売をやろうとしていろいろあって、はいはい、まあ、芸能界とかいろいろ触ってたら、はいはい、拳銃を使われた。いやいやいや、思う、お二人も知らないの。え、なんですかそれ。これね、衝撃、衝撃だ。聞いちゃって大丈夫なの。全然大丈夫。これもちろん公開されてる話ですけど、はい、お二人も知らないですか、はい、あの当時、はい、あのデジキングが音楽のダウンロード販売として、はい、まあ、いろいろ動いてたんです、はい、そしたら、はい、まあ、音楽ダウンロード販売ってやっぱり芸能界の根幹に関わることだから、はい、それをやろうとしていた別の事業者は、はい、まあ、ある種反社的な団体で、はい、そこがトリガーを動かしたら、はい、ある暴力組織が動いて、具体的に知ってるんですけど、一応この放送だから言いませんけど、暴力団組織があって、まあ、これ解散してますけど、そこの配下の方がドアに、まあ、銃弾を撃ち込んだんです。実弾をね。これで僕ね、たまたま外出しててタクシーで恵比寿の、まあ、当時のデジキング駅に帰ってきたらパトカーがいっぱい止まってるんですよ。まあ、いわゆる黒白のパトカーがあり、はいはい、いわゆる機動捜査隊の普通の乗用車のパトカーがあり、はいはい、なんか事件かなと思って、なんかいっぱいいるねっつって、でエレベーター上がって7階までのオフィス上がったら、大変ですって言われて、どうしたんだっつったら、いっぱい警察官がいて、拳銃撃ち込まれました。あ、うちに来てるのこれ。うちの捜査で、うちのデジキューブ宛ての捜査。いや、これ本当大変だった。すごい大事ですよ。めちゃくちゃ情報量多いですね。そうだから、これはまあ言えないこといっぱいあるけど、実はその犯人らしき人が総務部に電話かけてきて、デジキューブって場所どこにあるのって聞いて、いや今から行くからって言って、そこから30分後ぐらいに銃弾撃ち込まれたっていう話があって、これは僕しか知らない。すごいですね。そういう時代もあるくらい、はい、だからデジキューブって、まあ、実はそういう時代が生きてきたんですよ。業界を変えてってる。そうそう、だからある意味、はい、音楽のダウンロードも先行しようでや、はい、やろうとしたし、はい、コンビニでのゲーム販売も当時としては画期的なんだし、はい、まあ、ある種の生活の習慣を作る、はい、もしくはそのルールを変えるみたいなことをやってたのが、まあ、デジキューブだし、なるほど、パイオニア的な、はいはいはい、そうですね、まあ、デジキューブのちょっと長い話もなんですけど、はい、まあいろいろあって、まあ、あと自分で起業したり、そうですね、はい、あのオンラインゲームと映像の会社、はい、まあ、これ珍しかったんですけど、はい、まあ、結局最後は売却をして、はい、まあ、エグジットしたんですけど、はい、その後ブシロードっていう会社に誘っていただいて、はいはいはい、ブシロードの初代の副社長にやらせてもらったんですよね、はいはいはい、まあ、当時って何をやってた時ですか、ブシロード。当時はね、はい、まだ社員全員で8人ぐらいしかいなくて、あ、そうそう、僕もだから自分の会社を売却しようとして、はい、まあ、売却した後に、はい、売却する前かな、はい、木谷さんとはその前に知り合って、はい、まあ、木谷さんと出会いはちょっと今日は走りますけど、はい、木谷さんから木谷さんは路上で声をかけたんですそう、あのね、これ、まあ、ちょっとじゃあこれも話しますけど、あのガンホーさんのオンラインゲームの発表会に行ったら、木谷さんのブロッコリーも出資をしてて、もうガンホーの森下社長がプレゼンをして、その後木谷さんが出てきて、まあ、ブロッコリーとしてもこの作品に、まあ、協賛をしてる、出資をしてる、で、まあ、協力をしてるから、まあ、一緒に皆さん盛り上げてくださいねっていう記者発表があります、はい、僕たまたま招かれてたんですよ、デックスで。それでまあ、終わって、はい、まあ、三三五五バラバラになって、はい、僕も帰ろうと思って六本木ヒルズから、うん、六本木駅歩いてたら目の前を、はい、あれもしかして木谷さんかなと思ったから、はい、すいません木谷さんじゃありませんか、はい、さっき出てましたね、はい、そうですって、はい、それ で僕はこれこれこういうもんで、ね、さっきプレゼン聞きました、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、僕もオンラインゲームやってますって言ったら、はい、面白そうだから一緒に話しませんか、ちょっと喫茶店行きましょうそれでね、2時間ぐらい喋ってたんですよ。それが出会いのきっかけ、だから僕が路上で声かけて、木谷さんですよねって言ったことから、まあ、いろんなことが始まって、その頃木谷さんはまだブロッコリーにいたけど、その後ブロッコリーから、まあ、残念ながらブロッコリーの会長を追われて、まあ、退任したわけですよ。それで僕はまだ前の会社をやった時に、まあ、ファックスが当時あってから、うん、ファックスの時代にカタ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 ってファックス来て、ブシロード創業記念パーティーって、はいはい、なんだろう、俺のちょっとダサくねえか、このタイトルが
それが木田さんの会社、そしたらまあその僕も会社を売ることになって、いろいろやんごとなき事情があって、それで、まあ、木田さんからある人に電話かかってきちゃって、で黒川さんうちの会社に来てくれないって言ったんで、黒川さん会社辞めたんですよ、売ったんですよねって言ったら、はい売りました、じゃあうちの会社で副社長やってるんですよって言われて、で副社長だけど、まあいろいろあって、はい、まあ、副社長任期2年で辞めたんですけど、はい、まあ、そのあたりはいろいろ察してほしいんですけど、あのでも、まあ、本当にいい出会いだったと思うし、はい、あの、もしかしたら、はい、キッズの皆さん見てる皆さん知ってるかもしれませんけど、はい、三森すず子っていう声優がいるんですけど、はい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 、あれは僕のメインなんですよ。え、そうなんですか。それで、三森すず子は、もともと黒川すず子っていうんですけど、はい、あの僕がブシロードの副社長時代に、はい、木谷社長に、はい、まあ、うちのメインがね、はい、こういう、まあ、ミュージカルスターを目指して頑張って舞台劇をやってるから、はい、木谷さん一緒に見に行ってやってくれないかって言ったら、うん、木谷さん本当にいい人で、うん、花束っていうかこういう花も出してくれるし、はいはいはい、一緒に見に行ってくれたんですよ、はい、で今当時やった青山子供の城を見に行ったら、はいはいはい、すごい気に入ってくれて、はい、で舞台終わって呼んでくださいって言って、はい、呼んで、まあ、スズ子呼んで話したら、はい、あなたはバレエもできるしバレエずっとやってたんですよ、バレエ20年ぐらいやってたんですよ、あ、計算合わねえな、10年ぐらい10年ぐらいバレエやってて、バレエでもいいし歌も歌えるし、まあ、舞台映えもすごい、そうですね、あなたは声優やらないっつって、僕は横で聞いてて声優なんかやんねえだろうなって思ってたら、まあ後で本人聞いたらあんまりやりたくなかったんですよ。あ、そうだ。まあその時はね。だけどやっぱり本人はミュージカル女優でさせたら、ね、やっぱ舞台やりたかった、ね、うん、で、でもやっぱり木谷さんがすごい熱心に口説いて、まあ、僕もせっかくの機会だから、まあ、いろんな道があるし、まあ、それがどういう道になるか分かんないけど、まあ、声優っていう仕事もね面白いと思うよって言って、それでね、ブシロードでチラシをこうまとめたりするアルバイトが入ったっていうのがその三森すず子なんですよ。でもまあ今はね、うん、本当にすごい頑張って成長して、ね、まあ、本当によくね、はい、あのテレビ、あ、テレビって、まあ、ゲームとか、うん、まあ、アニメとかでもね、はい、頑張ってますよね。もう大活躍の、うん、だから僕はそういうこうなんか出会いに恵まれて、はい、まあ、今まで来て、まあ、僕もその後また自分で独立をし、はい、やってるわけですけど、うん、まあ、本当ね、人の出会い、まあ、今日もそうなんですけど、はいはい、人との出会いに恵まれてここまで来たので、うん、今日なんかね、ゲーム作ってる方いっぱい、はい、あの作品も拝見したんですけど、はい、やっぱり人との出会いとコンテンツの出会いとかすごい重要だと思うので、やっぱりね、そういうところを皆さんも意識して、うん、人に対してコンテンツを作るのであれば、うん、そのあたりを意識してもらえると、うん、おお、もはや大きな問題じゃない。いや、大きじゃない。全然大きじゃないですけど。ちょっと出ちゃったんで。いやいや、全然大きじゃないですけどね。いや、なんかそんな気持ちでいるんですよ、常に。はい、もう、はい、使えそうだと思いますいや、すいません、なんかちょっと喋りすぎたすいません、ちょっと、すいませんね、はい、じゃあもう早速クロテージの話も聞きたいですけど、ありがとうございます。本日はですね、はい、TGS 東京ゲームショー、はい、のですね、スペシャル番組回ということですね、はい、まあ、はい、普段 の、 番組とはちょっと、はい、特別版でお送りしたいなと思っています。なるほどですね、はい、で普段はですね、ゲスト師範の方に来ていただいてますが、うん、今回は TGS 特別版として、はい、なんと学生クリエイターの方に来ていただいてるというところでございます。はい、はいですね、それでは早速登場してもらいましょう、はい、こちらの方です。おっ、上田亮です。中学2年生です。おっ、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 じゃあ一回、せーので押す、いきましょう。せーの、押す、押す、はい、押すということで、はい、そうですね、上田亮君なんですけれども、はいはい、実は去年の甲子園にも参加していただいてし、はい、で、なんと去年、中学生の、去年だと中学1年生の頃ですかね、はい、中学1年生ながら、審査員賞3つも取ってましたけど、中1で審査員賞3つ、すごい2作品を模してて、うん、1作品が審査員賞2つ取って、はい、もう1作品が審査員賞1つっていうところです。すごい、中1ですよ、はい、はい、で期待の大型新人っていうところで、おい、そこで押すだよ大丈夫です、まあ、大丈夫だよ、ごめんね、ごめんごめん、いや、すごい、すごい才能だよ、素晴らしいです、結構うちのチャンネルとかは、
他の番組とかでも出ていただいて、うん、なるほど、はい、素晴らしい。ショーチャンネル見てる方はおなじみの、はい、中学生クリエイター、レイダーレオ君ですよ。はい、はい、で今年もレオ君、去年の作品っていうのをさらにブラッシュアップして、はい、再応募してくれてるので、はい、早速その作品見ていきましょうか。はい、いいですね。はい、では、レオ君の作品ですね。はい、はい、こちら、こちら作品名カラーオーバーラップと、はいはい、いうことで、はい、こちらどんな作品ですかね。はい、じゃあ、いつもだったら私が紹介するんですけど、はい、今回はもうせっかく見ていただいているの で、ね、はい、レオ君自身にあのこちらのカラーオーバーラップどんなゲームか軽くちょっとあの紹介してもらってもよろしいですか。あ、はい、カラーオーバーラップは光の三原色をテーマにしたゲームで、はい、RGB の3色のブロックを重ねて白色を作り出すパズルゲームです。このゲームにはストーリーがあって、はい、悪い魔女によって色を奪われた国に色を取り戻すというあらすじです。はいはい、なるほど。あ、ストーリーがあるんですね。なるほど、うん、去年の版だとストーリーとかそんなになかったですね、確か、うん、去年から結構ありましたっけ。ストーリー自体はあったんですけど、はいはい、そこまでゲームに深く関わってこない。はい、そうですよね。結構今回の新しいバージョンで、うん、かなりそのストーリーと世界観がかなりブラッシュアップされたなっていうふうな印象を感じております。光の三原色、RGB を重ねて広がるパズルゲームですね。はいはいはい、これちなみに、はい、RPG と RGB かけましたみたいなことではない。あ、そういうわけではない。ではない。そういうおじさんの感じですよね。ではないってことです。で、ごめんなさい、なんか思いつきだと思ったら、はい、そういうとこからあの始まるのかなとかって聞いて、そういうことじゃない。はい。というところで、魔法によって色を奪われ、石にされてしまった人々を救っていくストーリーと、はいはい、光の三原色 RGB のさまざまな形のブロックをうまく重ねて、はい、国民を救い、王国に色を取り戻すことができればゴールと、はいはいはい、いうところですね。はいはい、これは全部自分で作っている形なんですよね。あ、自分で作ってます。はい、キャラクターも含めて描いてる感じですかね。あ、全部自分で書いたり。キャラデザインとか UI とか UX まで全部自分ですか、そしたら。あ、基本全部自分で。すごい。説明と、すごいね。音楽も自分で楽曲制作してる感じですね。楽曲も。あ、ガレージバンドとかで。すごい。なんでもやりますね。なんでもやるの。ちなみに今のゲームのそこの出来具合、進捗、まあ、どれぐらいの完成度なんですか。あ、カラーオーバーラップ。あ、そうです、はい。あ、今現段階で提出しているものが最新で、はいはい、もう完成版。いや、今ブラッシュアップ版、ブラッシュアップ版ってことですね。それ今のブラッシュアップ版で今の段階でどれぐらいの制作期間なんですか。去年から作り始めてて、うん、1年いかないぐらいで、はいはいはい、すごいっすね。あ、でももうすぐ1年。すごい、なるほど。すごいね。一番レオ君がこのこだわったところってどういうところですか。あ、やっぱりあの国民とか、うん、そういうののデザインを、うんうん、あの最近のゲームって結構、うん、あの男の人向けっていうか、うんうん、あのそんな感じだと僕はちょっと思ってて、あの女性の方とかあの子供の方でも、うん、あの入りやすいデザインみたいなのに、はいはい、まあちょっと心がけました。結構絵本みたいなキャラクターが、そうですね、そうですよね、はい、なんか絵本の世界みたいな感じの世界観っていうのが可愛らしいなっていう、うん、そこのなんか女性とか子供がこう手に取りやすい、やりやすい、なんかカジュアルさみたいなところを意識されたんですかね。あ、ちょっと意識して作りました、ね、うん、そこはすごく伝わってきますね、うんうんうん、これはあの色がその RGB が合体すると何人が解放されるんですか。あ、白を作り出す、はいはい、白を作り出した数によって。あ、そうかそうか、白を作り出した数の国民が石から人間に戻る。あ、はい。あ、なるほどなるほど。なんかね、ちょっとそこがね、あの最初分かんなかったんですよ、うんうんうん、だからこの白になるんだけど、その人数の分なのか
ふわふわふわってこう出るじゃないですか、白いのがババババって合体した時に、それが人数なのか、それともエフェクトなのか、ちょっと僕には分かんなかったんで、白化した分だけの 人間が石から生身に戻るってことなんですね。あ、そういうことです。わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっと実際に遊べるんですかね。そうですね、はい、じゃあちょっとりょうくん実際にちょっとプレイさせてもらいます。はい、ありがとうございます。はい、はい、では早速、りょうくんの、こちらカラオバラック、はい、やってみましょうか。はい、プレイしてみましょう。はい、でまず最初このリトルガールって石化したコータを助けるこの子を助けるこの子を助けるですね。はい、例えば10個あの白になると多分助かるんじゃないですか。20個、はい、で、緑、青、はい、で、赤が今1個だけですね。はい、はい、あとこれ白くなりました。はい、白になりました。はい、はい、はい、で、青、水のとこ青になってますもんね。で緑で、あ、はいはいはい、で赤で白と、はい、これちょっと注目してほしいのが、はいはい、あ、触れた。色もそうなんですけど、はい、色覚特性のある方のために、はい、その模様もちゃんと重なってってるんですよ。なるほど、そうか。よくそういうの意識されてるの。あ、そういうのをちょっと意識してブラッシュアップ。すごい、これ今ちょっと震えてますよね、はい、グリーンは。これはこのグリーンがブルブルしてるのは、なんかこう次待ち、何か待ちなんですか。あ、そのまま放置、はい、してしまうと、はい、石のブロックになってしまって、はい、ああ、じゃあ何かやらないといけないんだ。あ、はい、あ、こういうこと。はい、あ、抜けてみた。じゃあ結構ブルブルを先に消していかなきゃいけないですね。これは、でもあれか、そっか、向きは変えられないですよね。こうテトリスみたいにこう。あ、向きは変えられません。はい、うまく組み合わせていくって感じですね。なるほど、なるほど、組み合わせていくんだ。はい、あ、ブルブルってます。ブル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 ブああ、ダメだな。結構詰まってきちゃう。水色はもう青が重なってるので。やばいですね。あと、うん、そこはあり。あ、ダメだ。ピンクのやつがもう青重なってるので。あ、そういうことか。ダメだな。俺は結構もう積んじゃいましたよ。よかったです。でもまだ置けるとか。でもなんか逆効果になって申し訳ない。あ、そういう、ああ、置いてる。いいじゃないですか。いけてるからもうちょっと。でもこれなんとか止めないといけないですよね。そうですよ。ああ。あ、でも得点がちゃんと溜まったので助けてますね。はい、そうか、一人助けられましたかね、僕。そうですね、一人助けられました。あ、はい、まあ、まずファーストステージなんで、ファーストステージ。ちょっと次行ってみましょうか。なんか逆感になっちゃうのね。次行ってみましょう。あ、この子が今度、あ、これね。はいはい、あ、この子ボーイ、ボーイですね。今度は20点。はい、20点。置く位置、これ初期にどこに置くかって大事ですね。めっちゃ大事。あ、それで白ってことですね。模様が複雑になると言ってるんですね。はい、あ、このスーパーコマで。スーパーコマ。スーパーコマはこれはスーパーコマはもう置けばいきなり白くなる。消し格。そうですよね。あ、やった。で、はい。はいはいはい。はい、で、スーパーコマ。はい。スーパーコマ住宅に使うけどさ。スーパーコマ住宅に使うのがいいんですかね。いや、わからん。あとでスーパーコマはちょっと残しておいた。あ、本当ですか。すみません。なんかあるとね、じゃんじゃん使いたくなっちゃう。わかります。なんで三原色に注目したんですか。あ、なんか昔、はい、三原色、光の三原色のワークショップみたいな、実験するワークショップに行ったのを、ふと思い出して。思い出して。なるほど。行ったなって言って。それで、まあ、はい、これで何か作れないかなっていうのが一番最初のきっかけです。レオ君はその三原色のワークになんかすごく思い出深い、なんか印象深い、なんかそこの、なんだろう、自分の中で感じることがあったの。あ、ちょっと、まあ、詳しいことは僕全然覚えてないんですけど、うん、すごい印象深かったのを覚えて、
なんかどんな実験をしたとか、まあ、すごい楽しかったのを覚えてます。すごい楽しかったね。じゃあそこの楽しかった思い出がこう蘇ってきて、でこの自分がこう体験したことをなんとか形にできないかなって、そんな感じで思ったのかな。あ、はい、うん、もうこのルールを生かして何かゲームを作れないか、うんうん、はいはいはい、いいですね、今そこの光の三原色をルールっていう表現したのがすごく独特な、うんうん、観点だなと思いました。そう、それをルールとして捉えるってすごく独特な感性ですね、業務、うん、ありがとうございます。クラさんどんどん詰まってくる。もうね、もうね、もうね、話を聞くところじゃない。それど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 ころ、いや、ちゃんと聞いてますけど、うん、結構、あ、でも、あれにスーパーに頼るしかないですから。こういうのを考えられるってことは、結構レオ君では頭をしっかり使うのが多いですよね。そうですね。レオ君は、あれですか、研究は 理系が得意とかですか。いや、理科はそこまで得意じゃないんですけど、数学は結構好き。あ、数学ね、はいはいはい、なんかそれなんか伝わってきますよね。伝わってくる、すごい。もう一個はサイコロのゲームなので、うん、もう一個はめちゃくちゃ知能戦ですね。確かに、なんか文系の人が作ったゲームじゃないのっていうのは、そうですね、伝わりますね。でも結構上手くなられたんですね。いやいや、まあ、はい、これは何と言えるんだろうな、はい、慣れですか。いや、慣れっていうかね、いや、なんとなく分かるんですけど、はい、いや、こういうのよく考えたなと思って感心してるんですよ。感心プレイ、すごいなと思って、こういうの、はいはい、黒川さん、はい、的に結構黒川塾とかゲーム業界の本とか話をしてるじゃないですか。こういった中学生クリエイターの登場というか、いや、いないですね、はい、今まで、今まで そういう中学生の方とかでそういうのはないですよね、うん、はい、やっぱり大学生ぐらいかなと思っちゃうけど、うん、こういうのを中学生の方が作るっていうところがね、もう驚きですね。ですよね。だからこういう時代に多分なっていくと思うので、なってくるでしょうね、はい、レオ君の周りのお友達もこうゲーム作ってるお友達はいるの？まだあるんですかね。いや、友達の中でゲームが、ゲーム作ってる人がいるというよりは、ゲーム作ってる人と、まあ、友達に。あ、はいはいはい、なるほど。あ、なるほど。あ、いい表現、なるほど。友達の中になって、はい、ゲーム作ってる人と友達になってるっていう。逆になので、ね、あれですよね、多分学校の中とかだけじゃなくて、そうそう、オンラインとかを通じて、素晴らしいな、いろんなクリエイター同士の交流ができてきてるって感じですよね。すごい時代ですね。りょうくん、自分から声かけに行ったりするんですか、 SNS とかで。あ、いや、ちょっと僕は自分から声をかけたりとかは、ちょっと、あまり得意じゃなくて、うんうん、周り そのお友達にはゲーム作ってることとか話してたりするんですか。あ、まあ、まあ、具体的なゲームの内容とかは話したりはしてないんですけど、うん、まあ、興味を持ってくれて、まあ、見せてとか、はい、てくれたら、まあ、ちょっと見せてるみたいな感じです。うんうんうん、じゃあ自分からこうなんか率先して僕ゲーム作ってんだよみたいなことはあんまり言ってない感じ。あ、それはあんまり言わないです。うんうん、それはなんか言えないんですか、自分からは。いや、そういうわけじゃなくて。なんかね、おじさん思うんですけど、いろんな人に協力をしてもらうとですね、レオ君の世界観は僕はもっと広がるんじゃないかと思うんですよ、うんうん、最初はなかなか言い出しづらいと思うんですけど、やっぱりね、そういうのって、自分一人でやるよりも仲間に協力してもらうともっともっと良くなる気がするんですよね、うんうん、でゲーム作ることって実はそういうことで、グラフィックの人もいて、プログラムの人もいて、まあ、その UI 作る人もいて、まあ、もちろんサーバー側の人もいたりするわけで、やっぱりね、そういう共同作業なんで、もちろん一人でこれだけのものを作れると僕は素晴らしいと思うんですけど、うんうん、レオ君が今以上に飛躍をするのであれば、もっともっといろんな人の意見を聞いたりとか、いろんな人に、まあ、例えばこう、まあ、協力して音楽を作ってもらう、まあ、例えばキャラクターを誰かに作ってもらうとか、もちろん一人でやれることもあると思うけど、やってもらうと僕はもっともっとあなたは成長するんじゃないかと思うんですけどね、うん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 、そしてと言いながら黒川さん積んでますね。
積んでるんで絶対送るとこないですよ。ちょっとコメントにこう逃げようかな。僕聞きながら見てましたけど、そう、もうね積んでるんですよ。レオ君ごめんね、これダメだもん。あのまだ2ブロックは多分いける？いきます。これ積んだ時はなんか積みましたみたいに出るんですか？あ、一応ゲームオーバーはい、扱いにはなる。なるほど、確かに。あ、長期間っていうことは置けるとこあったってこと。あった、そうですね。ゲームオーバーのここのロジックが結構難しかったっていう、確かに資料に書いてあるんですね。ハードモードとかでタイム制とかだったら確かにそれはちょっと体感変わりそうですね、はい、これは続けたらまた置けるってことですね。これ置けるってことこれまだ置けます。あ、赤色を置けます、はい、置けます。あの、水色がある場所を、あ、水色の場所けます。あ、おさすがすごいね。制作者。さすが開発者すごいね。お見せしました。ダメだね。難しいっすね。難しいね。あ、すみません。多分これ今判定ができてない、はい。あ、本当ですか。あ、ですか。はい。ゲームオーバーですか、これは。あ、ゲームオーバーです。はい。おっす。ゲームオーバーいただきました。お役に立ったことでした。残り1本だ。残り1個なんですけどね。残り1個です。なんか積んでおります。投了です。いやでもあの素晴らしいゲームです。ありがとうございます。なんかこうエフェクト音がなんかもうちょっと変わったりしたらもっといいから、うん、まあこれ、うん、そのないものねだりで申し訳ないですけど、うん、結構全部同じじゃないですか、うん、なんかこう最後クリアした時はジャーンとかドーンとか言ったりすると、うん、もっとこういいかなって気がしますけどね。演出みたいなところ、演出みたいなところ、いわゆるなんかグラッド演出みたいな。そうですね、はい。そこら辺をもっといろいろやれるところ。でもあのこれを13歳の人が作ってるっていうのはもう衝撃です。ね、逆なのでさっき黒川さんが言ってたのにこれからいろんな人と交流していって、はい、どんどん面白いクリエイターになっていってもらえる、ね、なると思いますよ、はい、なるんじゃないですか。実は俺もさ、こういうのやりたいんだよな。そうですね。そうやろうよとかみたいな話って広まりますからね。そういう確かに友達というかつながりを増やしていくといいと思いますよ、はい、逆にぜひその中学生とか高校生の周りの方々にゲーム制作の面白さを伝えて、ゲームクリエイターの新しい卵たちをたくさん増やしていってもらえると、うん、面白いかなと思うので、何か逆に協力できることがあればあのおじさんたちに声かけていただければと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。人生の8割は偶然の出来事で決まる、うん、そうですよ。ドラマみたいな言われてるんですよ、はい、そういう理論があるんですよ、なんで、いやだって、うん、さっき言ったね、うん、三森すず子とね出会いなんてね本当すれ違いですよ、ですよね、うん、だから本当にね、あのレオ君も何があるか分かんないので、一個一個の出会いと、まあ、もちろん別れもあるんですけど、うん、それを大事にして自分から積極的にいろんな人に声をかけていくと僕はいいんじゃないかなと思いますよ、うん、はいはい、もう積極的ボスでしょボスすいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、本日は学生クリエイターのレオ君にお越しいただきました。ありがとうございました。はい、それではもう本日早速最初のコーナーに参りたいと思います。はい、本日黒川文夫師範による奥義伝承のコーナー。ありがとうございます。早速、はい、もう先ほどのそうですね、いやまあ本当にね、はい、素晴らしいゲームを見せていただいたんですけど、はいはい、やっぱりね、うん、まず、うん、ゲームを作る人は、うん、自分が一番最初に遊ぶわけですよ、はいはい、やっぱり常に考えてほしいのは、はいはい、お前は楽しいのか、お前は楽しいのか、はい、お前はそれで楽しいのかいうのを、はい、やっぱりね本当に考えないといけない、はい、なぜかっていうとね、まあ、例えばあるヒットしたゲームが出ると、はい、それを模倣したようなゲームがいっぱい出る、はい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 、最近はさすがにクオリティ高いから、はいはい、そんな簡単に真似はできないけど、うん、でも模倣したゲームっていうのは、まあ、オリジナルがあってそれをちょっと手を加えたぐらいのもんじゃないですか、うんうんうん、それ面白いのか、うんうんうん、そうじゃなくてお前が最初に遊ぶゲームだぞ、うんうん、その時にお前が本当に面白いと思うゲームなのかどうか、これはね結構大事なことだと思うんです、うん、はいはいはい、みんなそこを忘れちゃって、なんか世間ではこういうテーマがいいから、
面白そうだからやってみようとかね、うん、まあでもさっきのレオ君は、はい、光の三原色をルールにする、はいはいはい、こんなことね僕中学生で考えませんよ。だからこういうことを考えてこれをどうしたらゲームにできるかっていうのを書くこと、これこそがオリジナリティなんですよ、はい、なるほど。そこを突き詰めて、はい、ゲームであり、うん、映画であり、うん、音楽であり、うん、エンターテインメントであり、自分が何を見たい、はい、何を聞きたい、うん、何を感じたい、はい、これを自分が最初のプレイヤーとなった時にどう思うかってことを考えて作ってほしいです、はいはい、自分が一番最初にプレイヤーになる、そう、はい、その一番最初になったプレイヤーがおもろいと思うか、そうなんです、はい、お前は満足するのか、はいはいはい、ちょっとテンション上がってますね。最初にコーナー、さっきのコーナー上げてちょっとテンション上がりすぎました。まとまってますか。はい、そうですね。いやでも、黒川さん結構マーケティングとかそういったところをお話されてるんですか。そうです、そうです。そういった方が言う、はい、この自分が面白いっていうのは、すごく逆説というか面白いですね。はい、もちろんね、その、はい、面白く見せるとかね、はい、付加価値をつけるって大事なんですよ。はい、だけど、はい、本当の面白さって、うん、ドットのマリオだったりしたわけじゃないですか、うんうんうん、でも今は 3D のマリオになって、はい、それはそれでいいけど、うん、でもドットのマリオの時は一人一人の中にドットのマリオじゃないマリオがいたはずなんですよ、はいはいはい、一人一人のイマジネーションで、うん、それと同じようにそれぞれのイマジネーションの中で自分が本当に面白いと思えるものを、うん、やっぱりゲームを作ったり、うん、まあ、エンターテインメントに関わる人はそれを作ってほしいなと思います、うんうん、よくわかります、はい、なんかこう作品とか全てのものって、うん、こうクリエイターの魂が込められているかどうかって、うん、はい、やっぱりそこ伝わるって私は思ってるんです、うん、そうですね、はい、で一方でそこの、うん、自分がこうおもろいものと思ってるっていう魂も伝われば、うん、一方、うん、そう思ってない場合も伝わると思ってる、そうです、そうです、はいはい、そうだからやっぱり私もちょっと自信ないなっていう時もあったんですよ、うん、プランナーやってる時、はい、でやっぱりそういったユーザー反応を見ると、うん、やっぱ本当そういう反応になってるし、うんうん、で逆に私のなんかこうエゴサーチじゃないですけど、うん、やっぱりこう深淵を覗く時の深淵みたいな自分が見えるそうそうそう井戸の深い井戸の底を覗いた時そこに見えたのが自分だったっていう、じゃあその見えた自分が楽しい幸せな顔してるのかいっていう、はいはい、そう、ところがやっぱり不安な顔が映ってるとやっぱりそうなっちゃうし、うんうん、めちゃくちゃよくわかります、うん、そうですね、ゲーム01で作るときもそうですし、うん、それこそ今だとオーガニゲームとかで運営みたいなところも、うん、やっぱチームが楽しく作ってるもの、うん、このゲーム面白いねっていうふうにやってるものと、なんかもう仕事としてみたいな感じだと思うのは、うん、全然やっぱり、うん、そうそうそう、遊んでる人に全然伝わるっていうのはすごくこれはなんか推進論じゃなくて結構心理みたいなところもありますよね。ただしね、関わった人がいて出来上がった作品である限りは、うん、はい、その人たちも頑張ったんだと思うんですよ、うん、それはもちろんただね、まあ、そこがまあ、最後はやっぱりそのなんかこう本当の最後の真剣さとか、うん、その最後の詰めとか、うんうん、そこの違いはやっぱあるんだと思うので、うんうんうん、そこをどれだけ頑張れるか、うん、はい、それはインディーでもメジャーでも一緒だと思うんですよ、はいはいはい、うん、メジャーは余計予算が大きいから余計荒も目立つし、うん、はい、まあ、インディーはインディーで大変だけど、うん、最後まで自分が関わるんだったら本当に自分が面白いと思う、うんうん、本当にこれだったら俺が一番最初に遊んで面白いと思ったっていうものを、はい、僕練習してます。はい、いや、もっと大事です、それが、うん、それこそ、そのプロデューサーだけじゃなくてディレクターだけじゃなくて、はい、チーム全体がその状態になるかどうかが、そうですね、結構ゲームの製品をかなり握ると言っても過言ではないですね。はい、なんかそのプレゼントされるじゃないですか、はいはい、例えば我々がこうプロデューサーだったりってこう予算承認するとか、はい、まあ、このゲームをリリースしていいみたいな、うん、まあ、その意思決定する会議ってあるじゃないですか、うん、ありますね、それにこれ面白くないですかこれって持ってこられるのと、はい、いや どうですかね、はい、ってこられるのと、はい、全然違いますよ、うん、ってなんかあれそんな俺面白いと思わないけどそんななんか面白いような自信満々で言われたら書けるわけるわそうですよね、言ってやってみるって本当そうなんですよ、はい、まあ昔はねなんかね、うん、まあ、今みたいに倫理書とかない時は、うん、こんなの作りましたって持ってきちゃうわけですよ、はい、もう業務用なんかゲームの連中はね、はい、これですよ、はい、作らせてくださいよって作っちゃうやついるわけですよ、いますね、いい時代だったんですけど、うん、でも、まあ、時代が変わってね、はい、まあ、いろんな環境が整えつつある中で、うん、今は厳しい時代だけど、うん、でもやっぱり自分が作ってるものは自信持って作ろうよ、うん、はいはいはい、そういう気持ちでいてほしいですよ、逆に黒田さんに今まで携わってきたタイトルとかで、うん、
そのクリエイターとかで、はい、もう自信満々というか、一番そのもう作ってる段階からこれは面白いでしょっていう風にぶつけてきた、来てくれたタイトルとかってなんかこれはね、間違いなく言えるのはバーチャーアイターですよ、はい、これはね、なんでかっていうとね、はい、僕ね、映画の仕事したんですよ、はいはい、映画の仕事を辞めて世界に入った理由は、はいはい、映画もいずれこうなると思ったから、はい、バーチャーアイターを見てこうもなると思ったからセガに入ったし、はい、バーチャーアイターってものが 3D のあの当時はカクカクしたポリゴンだけど、はい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 、あれがあたかも人間のように動いて、はいはいはい、あたかも映画のような形の演出をするって見たときに、はい、これはもうこれがスタンダードだと思った。こういう風に来ると思う、こうなると思ったし、はいはいはい、多分映画もいずれ、はい、まあ、シフル CG で作られて、はい、もしかしたら結末さえも、はい、自在に操られる映画ができんじゃないかと。ああ、なるほど。なるほど。なるほど。なんか当時って、はい、なんかこうコンピューターグラフィック、はい、CG ってワードってそんなに、はいはい、今ほどなんかこう耳慣れた言葉じゃなかったんですか。全然ですよ、うん。だから当時でもハリウッドで CG 使うって言っても、うん、なんか邪魔なものが映ってて、電線が映ってるとか、はい、そういうのを CG で消すとか、はい、リタッチで消しましたとかっていうのが CG だって言われてたんですよ。はい、それがだからゲームであれだけ多用されて、あれだけすごいこう動きをするようになって、それでロッキードマーチンとかアメリカのそういう会社もどん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 注目し始めて、もちろんああいう軍事技術も使われてるけど、そういったものがまた逆にエンターテインメントからそういったアメリカにフィードバックされて、ああいうものが作られていったっていう点でいうと、やっぱり歴史が変わった瞬間ですよ。今振り返ればその歴史が変わったとかも、誰もが分かることですけど、はい、当時は全然やっぱり、いや、分かんないですよ、はい、未来って気がつくと未来になってる、はい、いや、ほんとほんと、だから今ってなんか空飛ぶ、はい、なんかバイクとか、はい、車って言われてるけど、はい、なんか実証実験来年、はい、再来年ぐらいかやるって言うけど、はい、未来ってね、実は気がつくと未来になってる、なるほど、名言だな、なるほどですね。当時子供の頃にドラえもんで見た秘密道具いくつかはなんかもう実装されてますか。実装実装されてます。実装気がつくと未来にいるんですよ。でも未来ってもう知らないで生きてるから、うん、あの時未来だと過去の人が見たらすげえと思うけど、はい、今の人はそのスピードがゆっくり来てるから、うん、未来だと分かんないです。あ、確かになんかそこをなんか我々、うん、あの世代多分近いと思うので、はい、我々がこう学生の頃ってそもそも、うん、あの携帯すらなかったし、はい、スマホだっていう概念すらなかったじゃないですか、はい、で私はちょうど大学1年生の頃に、うん、アイモードが登場して、はい、アイモードって何みたいな、はい、でそれがインターネットモードっていうところで、はい、そこで初めて携帯でこうインターネットができるっていうところから始まって、うん、で当時ボーダフォンだったかジェイフォンだったかカメラに、はい、携帯にカメラつけたのが初めて、うん、それがシャメール、シャメールで、はいはい、略してシャメってそこやってたら、シフォンはモデルでですから、そうやってたから、で、そこからこうカラーになって、はい、液晶がこう綺麗になって、和音がついて、はい、みたいなところに発展していって、はい、っていう歴史、ずっと我々見てきてるじゃないですか。うん、はい、なんでやっぱそこの変革というか、うん、未来への変遷みたいなところってなんか生き生き的に我々は、そうですね、そうですね、グラデーションでどんどん変わっていってるので、 それこそゲームクリエイター甲子園 もう中学生クリエイターとか高校生とか大学生のクリエイターとかゲーム作って、うん、ああいうふうに面白いゲームが作られる時代なんて、はい、こんな来るとは思ってないけど、これこそ未来、そうです、いや本当に、なのでもう5年後10年後とかには普通中学生とか高校生の作品が一般流通して、うん、流通してるゲームとしてあの時代っていうのも、うん、多分来ますよね、今は来ます。なんかもしかしたらですけど、今、はい、あの VTuber か YouTuber って、はい、まあ、流行ってるね、はい、それがなんか本当にゲーム作って、うん、なんかゲーム作って稼ぐかみたいな、はいはいはい、ゲーム実況して稼ぐかじゃなくて、はい、ゲーム作って稼ぐかみたいな、全然あります、ね、なってますよね、はい、時代にもう来るかもしれない、はい、プロカーさん的に今そのご自身でエンターテインメント領域、ゲームの領域でこれは面白い、これはどんどんこの後、はい、ね、来るんじゃないみたいなことあります？いろいろ多分見てらっしゃると思いますけど、そうですね、はい、今は、うん、まあ、ガソリンで走る、ハイブリッドで走る、水素で走るってやってるけど、うん、本当に、まあ、知らない間の未来が来た時には、うん、本当に空中何メートルかを飛んで、うんうん、まあ、バックトゥザフューチャーとかブレードランナーみたいな世界が来るのを、はい、僕は見届けて死にたいです車がそうだとまだ死ねない死ねないですでもね、そんな遠くないからね、うん、いや
でも本当そうですよね、うん、なんか今10年前スマホなかった、はい、まあ、なかった、これなかったですけど、うん、今当たり前にもインフラになってるじゃないですか、うん、そうです。この未来誰が想像できましたかっていうところなんで、うん、やっぱり10年後本当に車飛びますよ、はい、ここ、はい、飛んでると思いますよ、うん、ここが楽しい。スーッと車で上がってくる。そうですね。スーッとね。楽です。上がってほしいですね。上がってほしい。サンシャイン60超えてほしいですね。低空気なるんですね。はい。いや、そのクロークさん最後に。はい。格言が広がりましたから。格言、はい。格言をいただき、格言は、君はそれを楽しいと思えるのか。ああ、いいですね。君はそれを楽しいと思えるのか。これをやっぱりドドンで、やっぱり常に自分に問うてほしいんですよ。もちろん僕もね、うん、いろんなプロダクトに関わってきたし、うん、いろんな仕事もしてきたけど、うん、自分がやっぱり満足できることを常に目指したいんですよ、うん、はいはい、だから君はそれでいいのか、うん、まあ、あと強いて言えば常に感謝の気持ち、うん、だって自分が一人でいるわけじゃないから、はい、必ず、まあ、今日だってね、うん、はい、皆さんに呼んでいただいて、スタッフの皆さんが配信していただいて、はい、これを皆さんがまた YouTube で見ていただくわけですよ、うん、高評価お願いします。と同時に、やっぱりこう見ていただいている方のつながりとか、皆さんのおかげで、僕はこうやって生きているわけだから、うん、仕事をできているわけだから、うん、やっぱりそういう人のつながりとかに対して感謝をしなければいけないという気持ちは、僕は強い。はい。はい。しまいました、ね。しまいました。楽しいと思ってるのか、ちょっと胸にちゃんと留めていきたいです。僕自身も。はい。はい。はい、感謝もする。ということですね、はい、はい、ありがとうございます。おっす、おっす以上、はい、ゲスト名刺派による大喜利賞のコーナーでした。お願いします。さあ続いてのコーナーに参りましょう、はい、続いてのコーナーはゲスト審査員のプレイリス戦のコーナー。はい、ということで続いてのコーナーは応募作品の中から、注目の作品をゲストの方に実際にプレイしていただこうと思っております、はい、本日は、プレイ作品は3作品ですね、はいはい、3作品をプレイしていただきたいと思います、はい、なお、作品は9月20日までにエントリーいただいた作品の中から選ばせていただいております。はい、というところで、はい、早速プレイに参りたいなと思いますが、今週もちょっとね、また地出していきたいなと、うん、はい、思いますが、地出しコーナー、はい、休憩じゃないかという、はい、休憩、はい、これあのちょっと毎週お決まりで地出させていくんですけど、尺がもったいないので、もう早速ね、行きたいなと思っております。はい、はいはい、もう皆さんお待ちかねだと思いますので、はい、もう早速行きたいと思います。はい、それでは、まず最初の一つ目の作品はこちらでございます。はい、はい、ということでチーム名、オクタコア、作品タイトルエレクトロニーでございます。はい、こちら、エレクトロニーですが、どんなゲームかというと、輪をねじって謎を解くパズルゲーム、輪の上を走り回るナノマシンたちの動きを見極め、タイミングよく地面をねじり、すべてのナノマシンを一箇所に集められたクリアです。プレイヤーの基本アクションはねじるのみ、ねじりのみです。ねじりのみ、はい、ねじりのみですね、はい、求められるのは加速、はい、反転したり時にはジャンプもする彼らを、ただその地形を変えるだけで操っていくための発想ですと、うん、で全30ステージの輪の上でねじりかけるパズル、うん、はいはい、この掛け算、うん、ちょっと新しいですね、ねじりかけるパズルをぜひ楽しんでください、うん、はい、ということでございます。はい、こちら、8人チームで、開発されていて、現在は、マスター版の完成の日でブラッシュアップ中と、うん、はい、というところでございます、うん、まだまだ発展途上と、はい、ゲームということですね、はいはいはい、こちら、まずエレクトロニー、黒川師範、はい、どのような、ゲームでお選びになったんでしょうか。はい、まず、音楽がね、すごく僕にとって印象的だった、うん、音楽、まあ、この音楽が、はい、まあ、そのありものを持ってきたのか、もしくはそのチーム内で疲れたか、ちょっと今日の情報で分かんないんですけど、うん、まず音楽がすごくビートが効いてて、うん、よかった。それと同時に円形のモデルを動かして、うん、それをねじって中に集めるっていうのが、うん、はいはい、なんかね、古代の、うん、なんかこう呪文とかね、古代のなんかこう、うん、分かるかな、インディ・ジョーンズとかで、うん、インディが謎を解いてこう秘密の鍵を開けるようなシーンがありますね。それっぽいなんかこう円の中を動か、円の周りを動かしてガシャガシャって動かしていくような感覚が
で、あのキャラクターたちが中にねじって中に入ってクリアっていうところが、うんうん、僕はね、なんかすごいプリミティブで面白かったんですよ。それと最後のことバカバカバカってこう色が変わるエフェクトも、うん、はい、ゲームっぽいなーと思ったんですよ、はいはいはい、これはだから業務用のゲームで、うん、こういうなんかビートっぽい音楽ゲームがあったら、うんうんうん、面白いんじゃないかなと思ったのが、はい、僕はこれ選んだきっかけです。なるほど、はい、はい、というところで、もう早速もう、はい、あの市販からのもううずうずが伝わってきますので、ありがとうございます、はい、もう早速じゃあプレイしてみましょう。はい、はいはい、はい、それでは早速1本目の作品、はい、エレクトロニー、はい、市販にプレイしていただきましょう。はい、はい、お願いします。はいはいはい、エレクトロニーの世界ようこそですね。はい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 、そうですね、これなんですよね。このパーセンテージなんですか、プレイヤーはステージ上の青色の部分をねじり、ナノマシンの振動変更するっていう。青いとこしかねじれないですね。はい、リアルスティックと A ボタンを使って矢印がされている部分をねじりましょう。はい、おー、はい、進路を変更したことによるナノマシンを輪の内側に誘導することができました。うん、A ボタンを何輪ごめんなさい。はい、うん。輪の一番内側に入ったナノマシンは自身のエネルギーを中心にあるコアに供給し始めます。供給中のナノマシンのエネルギーは減り続け、それ以外の時計徐々に回復していきます。お、本当に減ってる、減ってる、減ってる。本当に減ってる。どうするの？すべてのナノマシンを一番内側に誘導したときに合計値が 45% 以上を記録したのか。なるほど、つまりもうあの全部内側に入れるってことです。なるほど、あ、まだ上げない、大丈夫です。なので内側に入る、あの片方だけ入れちゃうとどんどん減っていっちゃうんですね。なんでどっちも入れなきゃいけない、一緒に入れなきゃいけない、一緒に入れなきゃいけない。あー、死んじゃうんだよ。あご臨終です。エネルギーが0パーになる前に、なるほどですね、はい、何もし誘導してっていう、はい、まあ、やってみましょう。ああ、なるほど、難しいですね、シンプルなようにいて。なので、まあこれは一つの輪なのでねじってで、内側に入って、はい、で内側に入るとどんどんパーセンテージが減っていくので、もう一体の内側に入れると、本当に違いにいるのか、ここか、あ、難しかった。タイミングが、タイミングが、タイミングが悪かった。あ、タイミングが、タイミングが意外と難しい、難しい。もう一度チャレンジしてみましょう。ねじってねじって、あ、結構ねじりが早く溶けちゃうんですね、はいはいはい、なるほど、じゃあタイミングも大事ですね。はい、お、やった、おお、おお、そうそうそう、なんかね、まあこれだけやってなんかどうこう言うつもりないですけど、はい、なんかこのぐるぐる回ってる感とそのねじるっていう感覚がちょっとね新しいかなと思って、はい、あのいいんじゃないかなと思ったんですけど、はい、あとさっき言った音楽のこう、はい、テンポの良さみたいなのは、はいはい、まあ評価に値すると思います。世界観結構いいですね、はい、で次のステージ見てみましょうか。はい、ですか、はい、はい、でももうチュートリアルですね、はい、チュートリアルなんだ、違う、まだこれチュートリアルなんです。もうちょっと手の込んだステージとかを見てみたいですよね。これがステージか。より多く残した状態でクリアすると評価が高い。これは難しいかもしれない。なるほどですね。フックスが結構ちゃんとあるんですね。はい、あ、 50% ずつ分散されてます、ね。あ、でも外にいると溜まってくるんですね。なるほど。で、内側に入っていくと、どんどん内側に、どんどん内側に行ってください。あ、どんどん内側に、あ、あー、出ちゃった、あ、出ちゃう、なるほど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 、出ちゃう、入れるのと出ちゃうのがあるんですね。あ、出ちゃう、あ、出ちゃう、逆に意図的に出さなきゃいけない。そうですね、減ってきたら逆に出してあげた方がいいですね。あー、ギリギリ、ギリギリ、ギリギリ来た、ギリギリ来た、あと1体、あと1体、あー、出した方がいいかもしれない。あー、もう出さないと、出さないと、出さないと、あー、面白いゲームです。あのプレイヤーの腕が止まらないだけで。触り心地とかも含めて、うん、あ、いいですよ、すごいいいですよ。この辺もちょっとこういう風にしてみたら、うん、さらに良くなるかもみたいなポイントってありますか？
なんかね、くるくるくるってやったときに、くるくるくるが、僕は どこをやってるか分かんなくなっちゃったところがあるから、はいはいはい、これがね、はい、これが、まあ、はい、でもこれは多分慣れだと思うんですよ、ね、はいはい。これ慣れれば分かんない。慣れれば多分早くねじれるようになってくると思うんですよ、ね。ベストタイミングで、ね、もしかしたら、あれかもしれないですね、うん、スマホの原因だと使われるんじゃないですか、ね、タップの方だったんですね。タップタップしてタップして、ね、で、はい、やべここも、うん、出して入れて出してみたいな感じで、はい、なんかこう、高校してみたいな感じの方が、はい、そういう体感でもいいかもしれない、はい、そうですね、はい、うん、市販変わります。うちの道場の市が、道場の市が行ってみましょうか。はいはい、見てるとあんなもっとうまくできそうなんだと思うけど、やってると多分違うんですよ、ね。あ、うまいうまいうまい。さすが市販。審査おっすおっすおっすごい。さすが市販。でもフルではないですね。さすが市販。さすが市販登場。あ、この散らばってる。うわ、難しくなってきた。これちょっと難しいですね。だんだん頭が上がってきますね。中に。中にいや、これ難しいな。あー、出てちゃう、出てちゃう。あ、開いてんのか。出てっちゃう。あー、なるほど。え、こっち来てくれんの？こっち来てくれんの？あ、逆回りにしなきゃいけないのかな、俺。最初に。お。入れて。あ、はい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 。はい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 。あー、出てっちゃう、出てっちゃう。出てっちゃう、出てっちゃう。あ、来てくれた。来てくれた、来てくれた、来てくれた。脳が追いつかない。脳が追いつかない。え、どういうこと？どういうこと？外に出して、あ、なるほど。で、内に入れると。はい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 。あ、来た来た来た。来た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 。あ、やった。来た。あ、また一回取っちゃった。見えた。あ、でも落ちる落ちる。はい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 。はい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 。あ、で、内側内側。理解理解理解。内側、外側に出して、内側に入れて、そう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 、で、中に入れていくと。そう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 。あー、すごいすごい。あー、すごい。さすが素晴らしい。はい。ちょっとよくできたところは切り取っていただければ。エクストラステージが開放されました。あー、なるほど。いや、めちゃくちゃシンプルに見えて、やっていくとかなり難しいですね。そうですね、難しいですね。なんか見てるのとやっぱやるの全然違いますね。違いますね。はい、よくできてますね、はい、なかなか考えさせてもらいました。これもちょっとパズル解いていきたい感じもすごいあるので、はい、いやもう次のステージとか見るだけでも頭にかかってます。はい、それでは、続いての2作品目参りましょう、うん、2作品目はこちらの作品です。どうぞ。はい、ということでこちら続いての作品は、チーム名ドキドキ幼稚園、作品タイトルドキドキチキンカーでございます。はい、こちらはですね、どのようなゲームかというと、小学生の落書きが動き出したような世界観で行う、もうそれ伝わってきますね。そうですね、いいですよね、うん、はい、もう休み時間にこう落書きしたような感じですね、うん、ドキドキのチキンレースショー、うん、チョークで車の走る線を描いて、うん、ゴール地点のビルの前ギリギリで止める競争するゲームです。うん、はい、なんかよく休み時間こう机の上でこう、うん、チキンレースがやってるんですが、それがこう黒板の上で繰り広げられるみたいな、そういう夢の発想がこう実現されたと、うん、いう感じですかね。はい、でターゲットが、お絵描きが好きな小学生、うん、なので、子供でも気軽にできるような作りにされているということですかね。はい、で開発進捗はブラッシュアップ中でございますと、はい、ということでこちら市販どのような選択肢で選ばれますか。これはね、まずこういうチョークで描いたようなすごい、うん、なんていうかな、親しみのあるというか、まあ、馴染みのあるっていう感じ、はい、
これがすごいね、なんかね、シンプルで良かったんですよ、うんうん、それと、まあ、ちょっとね、類似した作品でもっとすごいのがあって、うん、まあ、やっぱりインディーでクリエイターでいる藤井さんというのが作ってる、はい、デスクワークスっていう会社の、うん、RPG でライトの伝説っていうタイトルかな、うん、RPG タイムライトの伝説なんですけど、うん、これがね、全部ね、まあ、本当にこうチョークで描いたような絵を動かしているようなものなんですけど、すごい時間かかって作ってるんですよ。まだ未だに出来上がらない。でもそれに近いぐらいの、まあ、熱意とか、こういうなんかこう昔俺もチョークでここに描いたよなっていうようななんか楽しさを感じるんですよ。これね、でもね、僕は思うのは、これね、このスマホのゲームとか、まあ、スチームのゲームにこだわらないで、ハイパーカジュアルにしちゃったらいいんじゃないかな。単純に今のキャラクターを生かして線を引いて、まあ、その、まあ、なんかこうバリアをクリアするとか、まあ、ジャンプをさせるとかっていうようなハイパーカジュアルにして、いわゆるちょっとやり方は違うけど広告モデルとかしちゃったら、このゲームは世界中で遊べると思う。で、そうすれば別に日本語の細かい説明もいらないから、このブリッジであり、まあ、例えばじゃあ他にじゃあ踏切があってもいいし、こういうビルがあってもいいし、信号があってもいいけど、なんか単純に自分の指先で線を引いて道を作っていって、これをクリアしていくようなものにしたら、ハイパーカジュアルでも十分商売もできるし、まあ、ご本人が商売したいかどうか別にしてですよ。でも知ってもらうという点においては、そこはね、もしかしたら割り切ってハイパーカジュアルとかにした方が僕はいいかもしれない。それでやりました。はい、花女君、そういったハイパーカジュアルにしても、はい、あの全然もう未来があるんじゃないかな、いいんじゃないかと思います。はい、はい、ありがとうございます。ではこちら早速プレイしてみましょう、うん、はい、はい、それでは早速ドキドキチキンカー、はい、シェアプレイしてみましょう。はい、じゃあ早速、もう僕もうドキドキしてますよ。初めにが届きましたね。はい、その1行きましょうか。その1行きましょうか。あ、その2行きましたね。はい、その2でしょ。あれ、戻れるか。まあ、いいんじゃないですか。まあ、いいです。行きましょう。はい、チョークのチョークの色によってなんか、あれが選べるのと違いっぽいですね。はい。まあ、でも、ここは白で、スタンダードで。はい。で、ビートで、この道を作っていきましょう。ね。はい、はい、はい、はい。で、ホイールの前後で、こう、ズームアウト、ズームアウトができるんですね。これ読むのかな、これどうしたもんですかね、これでいいんですかね。やってみましょうか。これでスタート。はい、はい、で、あ、でも途中で、あの勝ち抜き橋みたいなのがあります。あー、そうか、それあー、ちょうどタイミングが、もう一回行きましょう。その辺もなんかこだわりなんでしょうね。でも、シェフ、あの、多分勝ち抜き橋超えた先も書いとかないと。あ、そうですか。多分そこで落ちますね。そういうことか。勝ち抜き橋までは、勝ち抜き橋いいのかな。勝ち抜き橋あの、開閉するやつが遊びたかと。難しいですね、意外とこれ。で、そこまで行って、で、その先ですね。その先。はい、はい、赤の時。赤の時、赤の時、なんか赤は多分止まるんでしょうね。あ、そういうことか。はい、はい。ああ、シーハン。あ、もう終わりました。あ、雨でなんか消えとっちゃう。雨で消えてます。ああ、本当だ。雨で消えてます。メタな感じですね。これ予想外な。予想外。伏兵ですね。これどうすればいいんでしょう、これ。いっぱい書くとか。あ、本当そういうこと。書く。ちょっと、ちょっと。あ、残りっつってる。なんだ。あ、チョーク。チョーク減ってっちゃう。チョークが減るんだ。ああ。やばい。ちょっと、とりあえずスタートしますか。いや、ダメですよ。そう。あ、ちょっとタイミングが。チョークはあれなんすね、有限なんすね。タイミングが、あー、行かないタイミング大事ですね。もう一回行きましょう。難しいですね。これ多分僕ね、分かりましたよ。分かりました。はい、消えちゃうじゃないですか。はい、なので、あ、これでいくんですかね。残りますかね。どうすかね。あー、消えてくあー、飛んだなー。あー、消えちゃう。どっちも、これ多分消えてもいいように上から、そう、上から落ちてくるところにたどり着くみたいな、要はジャンプ台っぽくするってこと。そう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 で、山作れば、で、勝手に飛び出るんで、あ、多分なるほ
地面はもうちょっと下の方が良さそうですね。あー、消えつつある、消えつつある。届かない、いや、届かないですね。消えつつある、届かない。物理計算してるでしょ、ね、そこの、あ、これぐらい、これぐらいのピーク山がないからです、はい、なので、ここで、はい、早いのを使ったりするんじゃないですか。じゃあ師匠お願いします。師匠、うちの登場主が、登場主が、これ端っこ行くと移動しますよ。いや、もう助走つけたい方がいいってことですよね。そうですね、こことかはもう助走をつけて、あ、早いね、飛べさせて、でちょっと下目に。そっか、山は登れるのかな、これ。なるほど、こういうことか。多分あの車のデザインの仕様的に、はい、これもう4クッスルってことはもう上り強いです。で、ここはまず超えて、おー、すごい、おー、ちょっと、ちょっと、もういい感じ、いい感じ、スピードを上げて、あ、スピードを上げて、はい、あ、いい感じ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 、おー、あ、そういうパターン、そういうパターン、そういうパターン、惜しい、惜しい、惜しい。これ最後のが斜めじゃなかったらいけたんじゃないですか。そう、あ、そういうパターン、結構しっかりしてるんですね、挙動が。物理エンドしっかりしたんですね。すごいな。あ、そういうひっくり返っていかないパターンだ。多分なので、ちょっとここに傾斜をつけとくみたいな。ああ、そうそうそう、はいはいはい、それだけでもしかしたらいけるかもしれない。引っかかりが、これ面白いですね。これ今 PC じゃないですか。はい、あの これもあのスマホでも相性いいかもしれないです。そうですね。そうですね。やっぱりさっきカジュアルとおっしゃった、はい、ハイパーカジュアルとかね。はいはい、これこう指で書きたいですね。これ。そうそう。油断しましたね。あ、お、でもいける、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 頑張れ、頑張れ、頑張れ、いったいったいった。すっごい形です。すごい形で。すげえ。あ、これは綺麗。あ、いいかも。これは綺麗ですね。これは綺麗ですね。ひっくり返って、降臨で降臨。あ、どう。あ、これダメなんだ。難しい。そうそうですね。ちょっとじゃあ磯原福士官が。え、これどうですか、どうですか。ゴールまで行けるので、あとは綺麗に止めるだけです。難しいなぁ、すごいなぁ、奥深い。これ小学生とか全然大人向けですね。確かに、うん、これ大人ですね、うん、だってここもタイミングがあるでしょ、はい、でこの高さもあるでしょ、はい、で難しいで、ドーンこれで、確かに友達みんなが集まってワイワイガイガイしたりしたいですね。おお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 おめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。押す押す押す、クリアですよ。素晴らしい、気持ちいいっすね。あのドリチキンエース系は、はい、あのぶっこみのタク、素晴らしい、ぶっこみのタク、ぶっこみのタク、ぶっこみのタク、素晴らしい。わかんない。はい、今面白いですね。あ、面白い、すごい面白いけど意外と難しい。難しい、でも奥が深い。操作性もそうですけど、やっぱりこうスマホゲームと相性良さそうですね。そうですね、やっぱりタップでこのスタートとストップっていう部分 で、ね、これスマホにしたらどうですか。ぜひスマホか、スマホかでもお待ちしております。はい、はい、それでは、本日最後の作品になります。続いての作品はこちらでございます。どうぞ。はい、本日3つ目の作品は、チーム名音程のアトリエ、作品タイトル音程のエイン、魔法仕掛けの調律師でございます。はい、こちらはですね、音で世界に命を吹き込み、音楽で作り出される空間を味わい楽しむ箱庭パズルアドベンチャーゲーム。ゲームの舞台はファンタジー世界のオルドール屋さん、ステージは魔法で動く中に、ミニチュアの世界が広がるオルゴール。なるほど。でこのオルゴールは流れる音楽が表現している世界をミニチュアの世界に映し出します。エインを操作して作業を行い、世界一のオルゴール屋を目指しますと。はい、音楽が表現する世界という新しい体験をぜひお楽しみくださいというところですね。はい、でこちらターゲットが、音楽を作曲したり鑑賞したりするのが好きな人、はい、ミニチュアやファンタジーの世界観が好きな人というところがターゲットでございますと。はい、
こちらシェフはどのような基準で選ばれたんですか。はい、これはまず世界観が僕はなんかすごく素敵だなと思ったんですよね。まず一つこの世界観だけで、出来上がってるっていうことと、あとオルゴールを使ってるっていうところが、なんかねこう ドリーミーな感じがしたんですよ。それと、さっき言った世界観で言えば、上田さん、クリエイターの上田さんがね、作ってるようなシレ、大鷲のトリコとか、ああいうような感じのものの世界観に、もちろん、レベルは違うけど、そういうなんか一つの独特の世界観をこの人が作れる人なんじゃないかなと思って、なおかつそこにオルゴールっていう、ちょっとありそうでないようなこういうね、原始的な音楽を入れたってことが、僕はすごくよくできてるなと思いましたね。独特な世界観、この全体的ななんかぼやーっとしたね、ほわーっと柔らかいトーンの色使いとか、なんかね独特なんですよね。だからそれがね、僕はねちょっとねすごいプロっぽいなと思って、いやいいなと思ったんですよ、確かにこうぼやーっとしてる感じの世界観ですよね、そう、それであの花がね、こう花っていうのかな、なんかオルゴールのあの金属みたいな感じの花がうわーって開いていく感じとか、こういうのがねなんかね独特な感じがしてね、この人なんかいいものを作りそうだなって感じがするんですよね。なんか音庭、音程ってこう読んで、この音と庭って、音程ってあの違うあるじゃないですか、でもそれなんか音程と庭とかけてるんですかね、この音程の高さと庭とかけてるかもしれないですね。これがすごく、なんだろう、この発想できたかっていう部分がほんと新しいなって思いました、そうですよね、はい、ということで、じゃあ早速こちらもプレイしてみましょう。はい、では3本目、こちらプレイしていきましょう。音程の演技、はい、スタート画面からすごく綺麗ですね。綺麗ですね、幻想的ですね、はい、このオルゴールを直すってことなんですね。エインちゃんがこう直していくんですね、エインちゃんもあれらしいですよ、魔法人形らしいです。魔法人形、魔法人形、エインちゃんのデザインもいいですね。そう、なんかこの線描きのザッと描いた感じの、あれが独特の雰囲気があっていいですね。でもなんか、今さっき世の中こうスマホゲーとか特にですけど、もう音ゲーって言われるものって結構流行ってるじゃないですか、なんかこの音にこだわったゲームっていう、このなんか違った見せ方、世界観で、そこの音楽にこだわったところっていうのがすごくいいですね、なんかこう幻想的な感じで、音が入ると本物と変化するって面白いですね、これでいいんですかね、この状態で。これでもう草木が渡れるようになってくるんですかね。左の坂を登って、これ、なるほど、はい、でさっきの花のところが渡れるんですか。そういうことか。音楽の作業曲で巻き戻し、なるほどなるほど、一応押すと戻ってくるんです、曲が。で、曲が戻ってって、ちょっとあの草、花を見てみましょうか。花、上に登ってもらっていいですか。さっきの、はい、そういうことか。もっと戻ってもらっていいですか。もっと戻る、あの、時間が、時間を、はい、曲を戻してもらっていいですかね。あれ朝から夜になるっていうところで、夜になると花は絞んでしまうっていう表現があるのか。なるほど、知りませんね。で、そっちの奥に行くとボートがあって、これ、左クリックまたは A ボタンで閉じるっていう音を一つ聞いてました、ね、なんて書いてある。何にもなったないです。風が吹きましたね。風が吹くタイミングがあるんですね、曲の中で。それでそこに渡っちゃっていいんじゃないですかね。落ちた落ちた。そこの橋に渡りつかないんだよ。ここに。はい。で、それでその手前の坂を登る。で、もっともっとって感じですね。開きましたね。なるほど。はいはいはい。で、オルゴールの掛け合いを取って。取りましたね。で、下かな、下のほう、手前の下、ちょっと行ってみましょうか、何があるのか。で、ゴールして、なるほど、
なるほど。はいはいはい。で、ここで直すっていう。カメラ位置かお、カメラ位置。おお、これで曲になるんですか。あ、なんかローディングしてるから曲がかかんない。違うか。あ、違うステージってことですか。はい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 。うん、なかなか難しい。はい、うん、なかなかこう、あの、でもあの、よく考えられてはいますけど、うん、それが、うん、あの、遊び手に伝わりにくいから、うんうん、あの、あなたが作りたいものはよく分かった、うんうん、ただやっぱりこう、もうちょっとこうプレイヤーに分かりやすい方が、まあ、よりいいかなっていう気がしますね。チュートリアルで4つ画面が出てきたりするとどこ見ていいか分かんないのと、うん、一個一個が小さくなっちゃうと分かりづらいと思うんですよね、うん、だからなんかこう矢印がパッて出るとか、うん、なんかそういう工夫があった方がいいかもしれないなって僕は個人的に思いました。うん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 、世界観とか素晴らしいですかね。世界観とかは美しいですよ、はい、美しいし、こうオルゴールを使ったっていう音色もいいし、うん、まあなんかこう肌触りがいい感じのゲームだと思いますよ、はい、うんうん、より一元さんにもプレイしやすいところの工夫っていうところが、はい、そこはもうちょっと考えていただくといいかなと思いました、うん、なるほど、はい、もう少しなんか参加ハードルというか、うん、導入の部分でもう少しこう、うん、手触りだったりとか、うん、こう伝える、はい、あ、なるほど、こうやればいいんだっていうところを直感的に伝えるっていうところ、はい、そういったところもちょっと工夫するなと思いました、うん、はい、はい、うん、でもすごい頑張られたんだと思います、うん、ありがとうございました、はい、まあ、こちらは師範の、うん、アドバイスを参考にご了承していただければ、うん、ありがとうございます。この辺のところはでもすごく普通に、うん、商用でも普通に売れそうな世界観ですし、はい、これあれですね、さっきの曲の音色を手に入れると、うん、その今のオルゴール音楽がカスタマイズできるようになるらしいですね。あ、なるほど、はい、そういう風にでエンディングで流れてくる。なるほど。ああ、自分が作ったオルゴールがどっかの過程で流れてる様子を見ることができるみたい。そうですね、作り込みがすごいので、これもスマホでやりたいなって思っちゃいました僕。あの視点の切り替えとかも、はい、あのフリックで楽なんで、はい、そうですね、うん、あとはそこのタッチして時間こうどんだけ巻き戻すみたいなところもバーでこう触ればいいっていうところとか、ちょっとこれもうちょっとやり込んでみたいですね、うん、はい、うん、はい、本日3本プレイしていただきましたが、はい、この後ね、うん、あの本日のゲスト審査員の発表となりますが、はいはい、まずはこの3本、うん、今日プレイしていただいた、はい、まあ、全体的なこの初版というか、はい、感想みたいなところいかがでしたか。まずあの大変クオリティが高いと思いました、はい、それとただやっぱりでも、うん、こう遊んでもらう人に対する、まあ、配慮っていうのもちょっとね、うん、大げさですけど、うん、はい、遊んでくれる人が、まあ、そのストレスなく遊べるっていうのが僕はすごい大事だと思うんですよ、うんうん、特に業務用のゲームとかってそれを大前提にしてるから、はい、まあ、そのゲームでも最近そうだと思うんですけど、うん、そこをまあ、よりこう自分がプレイヤーになったときに、うん、はい、だって作ってる人って、うん、ね、自分で全部分かってるから、そうですね、まあこれでいいんじゃないと思うけど、はい、でもそうじゃないんですよ、うん、実はプレイヤーの人って本当にワクワクしながらやりたいと思ってるし、うん、でもどっかでつまずいちゃうと、うん、あれと思って、うん、本当になんかワンステージやめちゃう人もいるから、うん、そこを作ってる人はなるべく分かりやすくしてほしいなっていうふうに僕は今日思いました、うんうんうん、そこ、はい、先ほど今黒川さんおっしゃってましたけど、うん、こう自分で作ってると、うん、分かんなくなっちゃう瞬間ありますよね、はい、うん、なんでなんかそういう時って例えばあの第三者に初見の人に触って見てもらって、うん、で何も考えずにやってみてどうみたいな、うん、そうですね、そうですね、それは大事だと思いますよ、はい、うん、なるべく多くのプレイレベルの人に、そうそうそう、いい面白い体験のところまでたどり着いてもらう、そうですね、だからそうですね、友達を多く作ることです、はいはい、というところでつながりとか、つながりです、はい、そういうというところでも大事になってくる、大事です、はい、というところで、はい、はい、では、もう早速、はい、発表していきましょうか、はい、ゲスト審査員賞も発表していきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ではドラムロールもいきますので、はい、はい、では発表していただきましょう、はい、本日のゲスト審査員賞はデレオクタコアさんのエレクトロニーです。おめでとうございます。はい、人名オクタコアさん、はい、作品名エレクトロニーというところでございます。はい、はい、こちら決め手はどんなところだったでしょうか、うん、まずやっぱりこう、まあ、一番最初に申し上げたように音楽を使って、はい、まあ、円形のモデリングのものをねじらせて、うん、キャラクターを入れてそこをまんまくつなげていくというところが、はい、
ありそうでなかったかなっていう気がするんですよ、うんうん、ですから、もちろん他の2作品も素晴らしかったと思うけど、うんまあ、やっぱりユーザーに対する、まあ、その遊びやすさの部分、うん、それと、まあ、エレクトロニーに関しては斬新さ、ねじり、まあ、その音楽、うん、あとビジュアルの部分、まあ、こういったところを総合して、はいはいはい、今日は僕の、まあ、選んだ作品として決めさせていただきました。はい、ありがとうございました。はい、それまして、チーム名オプタコアさんの、作品タイトル、エレクトロニーが、うん今回、黒川市販の BS を審査員賞というところで、はい、おめでとうございます。ございます。はい、おめでとうございます。ちょっと全クリ目指していきましょう。大変ですね。はい、はい、さあ、はい、そして続いてはなんとここで、はい、ゲームクリエイター甲子園ニュースちょっと前回できましたね。のお時間がやってまいりました。はいはい、こちらですね、はい、ゲームクリエイター甲子園は、はい、部門賞からですね、大賞だけではなく様々な、うん特別賞をご用意しておりますと、うん、なんと新たな特別賞が発表されました。はい、お発表しました。こちらをまずこちら今日ですね、うんご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。はい、ではまずは、はい1つ目、アンリアルエンジン賞、うんはい、でございます。いいですね。はい、はい、こちらですね、エントリー作品の中でアンリアルエンジンを使用した作品を、はいはいエピックゲームズジャパンさんが一つ選定しました。はい、でなんと商品としてアンリアルエンジン公式グッズをプレゼントしています。なるほど。はい、なので、はい、あのユニティとかで、はい、皆さん作られているとかありますけど、はい、まあアンリアルエンジンを、はいまあ、使って作られた方に、はい選定してくれるという賞です。なるほどですね。アンリアルエンジンの学生ナンバーワンが決まるんですね。はい、ミスターアンリアルエンジン、これ誉れですね。誉れですね。ぜひ皆さん目指してもらえればと思いますね。はい、はい、お願いします。はい、はい、続いてが、はい、インディーゲームズジャパン賞です。はい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 、はいはい、こちらがですね、エントリー作品の中からインディーゲームズジャパンさんが一つ選定いたします。なんと景品としまして、はい、インディーゲームズジャパンさんの方でインタビューを、はい、おー実施してくださる。そして掲載もしてくださる。なるほど。はい、というところで、また制作したゲームの紹介記事も、はい、おーおーはい、そうなので、はい、こちらも自分 の、はい、あの作った作品が、うん、もう世に広まる大チャンス。はいはい、メディアさんですもんね。はい、そうですね。はい、はいはい、もうこちらもうあのぜひぜひ、ねはい、狙ってどちらもやってほしいなと、ね、教えてもらえれば、はいはい、思います、はい。はい、そして続いてもう少ししていきます。はい、3つ目、講談社ゲームクリエイターズラボ賞でございます。はいはいはい。こちらがですね、エントリー作品の中から、はい、講談社ゲームクリエイターズラボさんが一つ選定いたします。はいはい、景品としてアナプレ、はい、あなたのゲームをプレイするチャンネルで、はい、選定作品をプレイ、はい、そして同 YouTube で掲載を予定していると。おー、すごいすごい。これももう多くの人に目のチャンスですね。講談社ゲームクリエイターズラボさんはもうゲームクリエイターインディーゲームとか、ね、はい、ここでコンテストやってますから、はい、でそこでいろんなゲーム作品をプレイする番組が、はい、というところで、こちらも講談社さん、はい、講談社ゲームクリエイターズラボ賞というところです。はいはい、そして4つ目、はい、豊島テレビ賞でございます。はい、エントリー作品の中から豊島テレビさんが一つ選定。はい、おー、はい、景品として豊島テレビの番組内で作品とクリエイターが出演、はいはい、放送される予定です。はい、すごい、はい、出演していただきましょう。はい、豊島テレビさん結構は豊島区の放送局なんですけれども、はいはい、この放送している番組が、うん、今もう結構地方とかもどんどん広がっているので、お住まいのところでもしかしたら放送されるかもしれないので、はい、ぜひテレビ視点を狙ってほしいという形ですね。豊島区民 の、はい、あのクリエイターの方は特にですね、はい、もうあの親御さんたちにもう出てるぞと、はい、いうところで文字盤しちゃっていいんじゃないかと思います。はい、はい、そして、はい、お次は、はい、続いてはノート賞。はいはいはい、はい、我々も大好きなノートですね。はい、はい、ゲームクリエイターズ甲子園エントリー作品で、はい、ノート上で、うん、ゲームの作り方、はい、ゲームクリエイターズ甲子園2021のタグをつけて投稿した記事の中から、はい、ノートさんが一つ選定。はい、で文章だけでなく、はい、記事内で紹介しているゲームも審査対象となるというところでございます。うん、なのであの我々もよくブログの書いてあるウェブサイトのノートですね。はい、まあ、そこで、
タグをつけて、ゲームの作り方、はい、ゲームクリエイター甲子園の、うん、甲子園21のタグをつけて、うん、投稿してくださいと、はいはい、いうところでございます、はいね、今はもうクリエイター自身が自ら発信する時代ですからね、はい、どんな気持ちで作ったか、はい、どういうふうに作ったかとか、はい、もう全然ゲームを宣伝するつもりでいいので書いてもらえるといいのかなというふうに思いますね、はい、なかなかもう、はい、インディーゲームもプロのゲームも同じですけど、うん、こうなかなか作ってる過程って、はい、世に出てこない、はい、うん、そうですね、ことがあると思うんで、うん、それをあえて世に出すっていうところに意味があると、はい、そうですね、ところでございます。はい、でそして、商品として、うん、ノートのイベントスペース、ノートプレイス、はいはいはい、1回使用権利ですね、はい、作品を製品としてリリースする際に発表会や試遊会のために利用できますというところで、ノートゲームカテゴリーから受賞作品紹介記事の掲載を予定しています。はい、ーノートプレイスでもめちゃくちゃでかいところですね、はい、そこで発表会やったらもう普通の公衆の作品そうですね、そんなすごいところ、はい、でかいところめちゃくちゃ普通に借りたらお金かかるところなので、はい、すごいですね、豪華商品です、ね、本当に めちゃくちゃここすごいと思います、はいはい、多くの人に目で触れるチャンスで、はい、なんで皆さんもうノートもどんどん、そうですね、なんか悩みとかここの辺悩んだんだよなとか、はい、なんかいい文章を書こうしなくていいんですよね、そうです、はい、気軽に書いてみてください、はい、っていうところです、はい、はい、そして次最後になります、うん、最後が、40スタジオショーでございます、うん、はい、はい、で40スタジオショーは最終的に完成したゲームの品質や面白さではなく、うんうん、はい、ゲームクリエイター甲子園エントリー作品の中から、はい、40スタジオ内でいかに開発配信を頑張って続けたか、はい、そして、はいはい、視聴者に応援されたかという指標で審査されるというところでございます。なんかクオリティとか、はい、まあ、そういった面白さ以外の指標でありますよというところですね、うん、なのでどちらかというと、まあ、ここもプロセス的なところもそうですよ、ね、なので、まあ、野球の甲子園でいうと、うん、勝った負けたの、うん、そこの中じゃなくて、うん、こうどんだけいい試合を繰り広げたか、そういった部分っていうところが大事になるんじゃないかなと、はいはい、まあ、せっかく作るんだったらその作業状態も配信していきましょうよって感じで、気軽にこれもやっていただければって感じですね、はい、制作過程でドラマがあるんで、はい、そうですね、はい、なんか本当に大喧嘩が起きたとか、はい、そうですね、ぜひ配信したらぜひスタッフも覗きに行きます、はい、はい、よろしくお願いします。そして、はい、受賞したチームには、40スタジオから開発したゲームの世界観を表現したイラストがプレゼントされますと、また表彰後に受賞者インタビュー記事も掲載というところでございます。はい、はい、というところで、はいはい、こちら、以上が、はいはい、新たに発表された賞になりますので、はいはい、皆様、こちら公式サイトにも、はいはい、発表されるのかな、はいはい、そちらの方でも詳しいことはチェックしていただければなと思います。対象だけじゃなくてたくさんの賞もあるので、はい、ぜひぜひ出してほしいですね。なんとですね、はい、これだけじゃ、はい、これだけめちゃくちゃ買い物しちゃう、はい、豪華な賞がありましたけど、はいはい、これだけで終わりじゃないですかね、はい、お、さすが TGS スペシャル、はい、もう収録だいぶかかってますけど、はい、まだあるんですか、まだある、今日こんなもんじゃない、まだある、発表になる、はい、はい、なんと、はい、ゲームクリエイター甲子園、はい、メイン審査員の一部が先日発表されました。おはい、メイン審査員の方々が、はい、対象を選んでいただける方々ですね、はい、メイン審査員の方々が発表されました、はいはいはい、もうどんな方がメイン審査員を務めていただけるのか、はい、もう見ていきたいな、はい、見ていきましょう、はい、それでは早速いきましょう、はい、まずはメイン審査員1人目はこっち、この方、この方、まずはお一人目、はい、レベル5より稲船啓司さんでございます。はい、ありがとうございます。出ました、ね、もう金ドブですね。金をドブにするか、金ドブですね、はい、そう、名言を言うな、名言を言う、金をドブに、金ドブパス、何でしたっけ、どんな判断や、あ、そう、どんな判断同伴、同伴の、はい、金ドブ同伴、はい、素晴らしい、もう数々のゲーム作品を世に生み出してる、ね、素晴らしいですね、はい、もうこちらに書いてあるんだけど、はい、もうみんな聞いたことある、そうですね、それ一番有名なのがやっぱロックマンですよ、そうですね、はい、ロックマンで、その後あれですよね、あのクラウドファンディングで海外からたくさんあのファンがマイティね、そうマイティ、マイティナンバーナイン、もう販売しましたし、はい、はい、もういろんなタイトルを作られてたんですよね、はい、まあ、オニムシャとかデストライティングとかも
めちゃくちゃヒットしましたね。はい、まずはもう稲笛さんに1人目、はい、メイン審査員を、ね、はい、務めていただけるというところで、はい、2人目、はい、こちらの方です。はい、はい、こちら2人目は株式会社セガより大谷智也さんでございます。はいはいはい、はい、この方ももうサウンドディレクターとしてはもうかなりの有名方ですね。はい、はい、ソニカドベンチャー2とかスペースチャンネル5、はい、パート2、うん、リズム回答 R みたいないろんな作品の楽曲制作ですね。まあ、サウンドディレクターっていうところなんで、まあ、その専門的なところ、はい、音楽っていうところですと、先ほどの、まあ、紹介したそうですね、はい、部門賞で今回あのサウンド部門もありますからね。あ、はい、あとでやっぱりあの数のガステクリエイターさん、はい、あの音楽にもこだわって、うん、まあ、自主制作されてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、そういった音楽っていう面での、まあ、評価式っていうところもあるんじゃないかと、はい、そうですね。なのでサウンドだけの方もどんどん、うん、こういう方が見ていただけるので、はい、トライしてみるといいと思いますし、はい、逆に言えばさあの今日取り上げた、うん、オルゴの作品とかみたいな、ね、はい、あの楽曲が素晴らしい作品とかもピックアップ、うん、されると思いますので、はい、曲に自信のある、学生さんをぜひご視聴お待ちするといいかなというのを思っています。はい、はいはい、そして、はい、3人目の方ですね、はいはい、この方立浪修一さん、はい、プロマインクラフターの方でございます。はい、テレビ見たことある、はい、はいはい、最近テレビ特集されてましたね。はい、はい、私もあの録画しました。お情熱サイトでもうこちらにも書いてありますけど、はいはい、プロマインクラフト、プロマインクラフト、はい、まあ、ただ全然違った観点といいますか、そうですね、あのプロマインクラフターとして結構教育観点、クリエイター教育とかそこら辺含めたかなりいろんな幅広く活動されている方ですね。はい、はい、まあ、今投稿されているあのゲームの中でも、はい、このなんだろう教育観点というか、うん、学びというところをテーマに、はい、あの作られている方もいらっしゃるかなと思うので、うん、はい、まあ、そういった目線での、 あの審査というところもあるんじゃないか、そうです、ね、と私は、はい、個人的に思っております、うん、ただのゲームをエンターテイメントだけじゃなくて、うん、教育の観点にも広げている方なの で、 そ う、 で、ね、はい、そういった方がどういった作品を選ばれるのかというところはすごく楽しみですね。はい、はいはい、まあ、このまだこの審査員の今、はい、今日ご紹介して、うん、させていただいた方まだ一部ですよね。一部、はいはい、そうです、まだまだ、まだまだすごい審査員をあのどん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 探索しておりますので、はい、なるほど、はい、またあのこちら の、 あのまだ今後、はい、メイン審査員の方どんどん発表していきますので、うん、はい、今後の放送の方発表の方また、はい、楽しみにしていただけると、はい、と思います。はい、はい、というわけで、今日は、うん、なんと TGS スペシャル、はい、東京ゲームショースペシャルというところでございましたが、はい、改めまして今日本日ゲストの、はい、黒川志波、はい、本日の感想などをいただければ、はい、最後に稲船さんにあると思ってなかったんで、はい、よかったです。画面上です、画面上です、お久しぶりです。まああの東京ゲームショーはね、はい、まあ、本当にあの今オンラインでしかできなくなってしまって、はい、まあ、東京ゲームショーって実は、はい、結構業界人に会えるチャンスだった。そうですね。で、その会場で、まあ、1年ぶりぐらいに会って、うん、あ、久しぶりお元気ですかとかね、はい、あそこの社長だとかね、この常務だとかね、うん、あそこのクリエイターだとかね、まあ、直しさんみたいにこうわしわし歩いてる人とかね、はい、いろんな人見れたりしたんですけど、はい、なかなかこう見れなくなっちゃったんですけど、はい、まあ、こういう形でね、皆さんができる形、はい、いろんなやり方を取ってやれる形でやってるっていうことは僕は本当素晴らしいと思いますし、うん、そういう中でもこうやって、ね、若手のクリエイターとか、うん、まあ、さっき出てくれたレオくんみたいに、はい、若い中学生のクリエイターとか、はい、まあ、それから、まあ、本当インディーでゲーム作ってる人とか、はい、いろんな人たちがこうやって作品を紹介できて、はい、なんか審査されて、うん、それでアドバイスをもらって、そこのさらにステップを上がっていけるっていう、うん、このチャンスを作っている皆さんに、はい、本当に素晴らしいことだと思います。いや、はい、でまあ、そこにね、はい、今日呼んでいただいたってことも僕も非常に名誉だし、はい、本当にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと60歳だと思えない熱量。いや、まあ、そこをね、言われるとすごいですね。いや、まあ、おかげさまでね、嫌なことやってないんで、まあ、なんか割と自分のやりたいことをやらせていただいて、まあ、周りに恵まれて、はい、生きてきましたので、はい、これからもそのように皆さんのご指導をいただきたいなと思っております。はい、本当にありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。ます3時間以上今収録してますからね。あ、そうね。あの見てる人は短いと思うんですけど、意外と長かった。それだから満載です。満載です。まあ最初の方はトリガーの話もありましたが、はい、もう今日これいっぱいあるんですけど、いっぱい話したいことあるんですけど、もう本当今日はね、はい、ちょっとまたなんか特別編かなんかで、はい、ありがとうございます。できればいいかなと思います。多分放送できないと思います。
ほぼピーッほぼね、放送できない。それは聞きたい。ちょっとそれ逆に聞きたい。はい、はい、お特別版でいいですかね、はい、そういったところを。あ、ちょっと最後に告知だけいいですか。はい、お願いします。はい、皆様、あの、はい、黒川塾というイベントをですね、はいはい、2012年から、うん、やらせていただいてまして、はい、来月、うん、あ、来月放送日が多分これ10月だと思うんですよね、はい、10月の12日、うん、夜8時から、はい、黒川塾の84回目です。なんと84回。9年やってますんで、84回目はですね、す、黒川塾やらせていただきました、はい、なんと今回はですね、はい、テーマインディーズゲームクリエイターに。おお、めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。今回はですね、マイクロソフトの村山さんっていう、まあ、はい、Xbox のゲームを作っている方、はい、それとプレイズムってやっぱりこれもインディーズのゲームを作っている方、はい、ここから水谷さんという方、はい、それと海外のインディーゲームを買い付けて日本でパブリッシングしているコーラスワールドワイドの大柳さんと、二宮さん、はい、この4名と私で10月12日やりますので、はいはい、この辺に情報出てる、この辺に、はい、出てますね、バシッと出てます、一応出てるはずなので、ぜひご参照いただいて、はい、ご参加いただければと思ってます、はい、あと、フォーゲーマーでも連載してますので、はい、こちらもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日長々ありがとうございました。ありがとうございました。お越しさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。本日改めまして、本日のゲスト、はい、黒川文夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おっ、はい、最後までパワーが、はい、と、はい、いうところでゲームクリエイター講師ですね、はい、応募はまだまだ、はい、あの受け付けますし、そうですね、もう我々も1000名出してやっていきたいなと思いますので、はい、どん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 ブラッシュアップして、そうですね、もう思いついたらすぐもうお許しいただければなと思っております。はい、はい、そして次回放送は、はい、10月の8日の21時からとなります。はい、はい、ということで、それでは皆さんまた次回お会いしましょう、はい、さようなら。おっ、今後の熱血道場の放送スケジュールはこちら。作品を見てもらいたい方は、各ゲスト市販の締め切り日をよくご確認ください。クリエイターに役立つコンテンツを随時発信していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。